ミュージカル空空空千秋楽が終わりました。2年間で204回公演しました。2年間一緒にやったのはこの5人、そして、2人は2年目からの新メンバーです。早速2年間の思いを4人に一言ずつもらってもいいですか。はい、はい、じゃあみーちゃん。あ、私からですか。違う、はい、私の役は男の子だったり美女だったり、なんかすごくメイドさんだったり、本当になんかいろんな役をやることができて、私自身すっごく楽しかったです。で、204回って言ってて、本当に公演中止になった公演もすごく多かったんですけども、その204回なんか全部をもう来てくれたお客さんにもう元気を届けたいっていう思いでできたので、本当に良かったなと思っています。本当にありがとうございました。はい、頑張りました。明日から異国の美女に投げキッスをしてもらえないのが寂しいです。ありがとうございました。はい、このコロナ禍の中2年間見に来てくださったお客様、本当に力をもらいました。ありがとうございます。見に来てくださったお客様の最後のあったかい拍手に私たち励まされて今日まで頑張ってくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、巻ということなので、この4人は次のお仕事もありますので今日はここまで。でもその前に最後に空締めで終わりたいと思います。はい、はいはい、ではいきますよ、はい、空空空、ありがとうございました。私たち千秋楽を終えて、ね、もう楽屋とか舞台上とかいろんなものを片付けして帰ってまいりました。すっきりしたね。ちょっと寂しい思いもしたね。なんか終わったなって感じでほっとしましたね。知らせチームとのかけさん帰っちゃったので、はい、この3人でお届けしたいと思います。はい、で皆さん後ろの方にあるこのマーク見えますかね。ちょっと気になっていると思いますが、この素敵な、幕、横断幕というかはですね、明桜高校の吹奏楽部さんが、13日に生演奏でコラボをしてくださったんですけど、そのメンバーの皆さんが本番前にこの幕をプレゼントしてくれました。ありがとうございます。すごい、めっちゃ元気出ました。千秋楽前に皆さん、明桜高校の皆さんも見てますか。見てますか。ありがとうございます。ね、あとね、SNS で千秋楽のメッセージをね、募集したら、なんと4日間で41通も届きました。すごい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 、びっくりした。質問もあるみたいです。おー、メッセージじゃなくて。嬉しいね。あ、では早速この中に入っているので弾いてみましょう。何かな。私、見ますね、うん、お、これは質問ですね、はい、それぞれの役を演じるときに苦労したことは、何ですか、何ですか、それぞれね、何さん、アイリさん、アイリさん、それぞれの役を演じるときに苦労したこと、やっぱお坊ちゃんの、ずっとなんか他の動画でも言ってるけど立ち方ね、立ち方とかすごく意識して、声の使い方とか。なるほどね、ご機嫌よう、ちょっと鼻にかけるからね。ちょっと意識してやってたから、かわいいお子ちゃんね。子供っぽかったかな。いやいやいや、かっこよかった。かっこよかったし、私はもうとにかく感情のジェットコースターって感じだったんで、八重さんってだからでも基本的にはめちゃくちゃこう明るい人、元気な人っていう、そう、元気にこう前に進んでいくっていうのは常に意識してたかなって感じでした。伝わってきましたよ。ありがとう。私はいろんな役があったので、そうだよね。そのいろんな役でなんか全くやっぱ別人に見えるようにっていうのを意識しましたね。なんか立ち方とかもそうだけど、なんか声とか表情とか
そういうのがなんか楽しかったです。美女と研修とか。あ、練習。美女と訓練生。訓練生。男やんなきゃならなかった。ね、ほとんど男だもんね。そうだね。うん、最初の確かに。あ、そうだよね。そうだし、あと凱旋飛行のね、チラシの人も。でも今回はあのメイドちゃんも美女もあったから、そうか、ちょっと女の子も増えて嬉しかったな。男の子似合うんだよね、千秋。そうだよね。変身するのよ。かぶり物かぶったらね、うん、特にあの帽子とかね、カツラとかね、すごい似合うんだよね。ずるい。はい、次行きましょう。これ、このメイドだね。本当に似合うんだね。はい、次だね、これね。はい、じゃあ、ハンドルネーム、カメさんより。はい。舞台、お疲れ様でした。つい先日、会社の研修で、はい、そらそらそらの公演を拝見して、一瞬にして、舞台と、南さんの虜になりました。あ、僕は南さんの虜になりました。よかったね。2回も言いました。2回書いてないです。また必ず舞台見に行きます。舞台鑑賞という新しい自分の趣味を見つけることができました。ありがとうございます。一番嬉しい言葉です。本当にありがとうございます。ぜひあのお友達にもおすすめください。さすがです。ちゃっかり。じゃ次いくよ。リュウさん。リュウさん、うん、終演後のカーテンコールで可能ならば。あ、これカーテンコール終わっちゃったね。うん、皆さんから一言ずつ思いのこもった挨拶をしてほしい。ごめんなさい。各自の思いのこもったコメントを書いた紙飛行機を全員で自ら飛ばしてほしい。あ、でも飛ばした、ね、何人か飛ばした。何人か飛ばした、ね、飛ばした、うん、最後の退場する際に、うん、各自 2,3 人くらいのファンを選んで、うん、公平さんのように指鉄砲で撃ってほしい。あ、面白い。じゃあ やらなかった。3人でユウさんに向かって撃つ。あ、そうだね。そうですね。はい、せーの、バラン。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ次、はい、どんどん見てしてね。じゃあ、ね、なんだ、お、お名前が糸たんぽ、糸たんぽさん、キリたんぽみたいなね、うん、メッセージ、吹奏楽コラボでクラリネットを吹いていたものです。ありがとう、ありがとう。毎日のように音源を再生して頭から離れません。いやー、嬉しい、ね、あの役者さんの顔も、あ、頭から離れないって言ってますね。またコラボしたいですね。あ、またコラボしたいですね。空が似合う八重さんはーって歌って。かわいい。あ、この辺の音だ。そうそうそう、うん、空が似合う八重さんには、わーわーわー、ヒューわからない、わからない。ありがとうございます。はい、じゃあ行きますね。さきさん、はい、千秋楽おめでとうございます。ありがとうございます。はい、コロナの影響がある中でも諦めず、お客さんのために公演を続けたいと思う気持ちや頑張ってる姿が伝わってきました。いろいろな苦労があったと思います。私も念願の舞台を見れて本当に感動して元気をもらいました。作品の中で空が大好きです。わー、さらに素敵な、これからもわらび座は生きる源です。応援しています。で、質問もあります。はい、休日は何をして過ごしてますか。休日か、うん、休日ね、うん、温泉。いいね。Me too。 温泉な、うん、なんか紹介し合って、そうそう、紹介し合って。あそこいいよってね。そうそう、山の上の温泉とか。そうそう。おすすめは何温泉なんですか。アルパ小涌谷かな。いいね、うん、あと水沢の温泉っていうのもいいよ。へー、うん、ここぐらいまで水深が、あ、立って、うん、嘘、そういうところもあるよね。水深が溺れちゃう。そうそう、で椅子があって、切れてるこれ、椅子があってこんくらいになるみたいな。あー、そうそう、たっぷりいいね。プールみたいな。へぇ、何やってんの。え、何やってんだろう。なんかいつの間にか寝てたら終わってるって感じがしますね。自転車乗ってんじゃん。あ、よく自転車乗ってます、ね、自転車乗って知らない土地に行って迷いながらお家に帰ってます。前なんか言ってたから。そうだよね。そうそう、いつも
も行った帰り道がいつも違う、ね、いつも違う、そう、目的地は一つなんだけど、うん、なんか行き道とか帰り道はよくわからないけど、なんとなくつくので、はい、そういうことやってます。はい、あ、もうこれはじゃあ、はい、あ、俺か、あ、そうだよ、どうぞ。入会と入会犬修正、ちょっと犬顔なんだよね。うん、犬っぽいですよね、小山さん。まあ、撮ってきちゃう。では、早く撮ってよ。はい、伝説のカモメさん。伝説のカモメって面白い。千秋さんは野球好きですか？好きなチームもありますか？来年も舞台でひたすら輝けること期待しています。千秋ちゃんのファンじゃないの、ありがとうございます。どうですか、千秋さんは野球好きですか？野球、うん、今はまあ普通です。だけど、あの、学生時代は野球部が好きでした。へー、うん、サッカー部よりは野球部派。なんで、なんで、何があるの？いや、なんかチャラチャラした男性よりはちょっと後半が失礼、偏見です。偏見、私 の、 あの高校生の偏見ですが、なんか野球部のなんか泥臭い感じが好きでした。だからあんまりチームは詳しくないんですけど、うん、まあ、あの嫌いではないです。うん、野球部に恋したのかもしれないですね。あ、そうですね。今ここでは言えないかもしれない。秘密。はい、じゃあチュービー、てれマー君から。ありがとうございます。思い起こせば2年前応援している役者さんがたくさん出演するとのことで楽しみにしていた舞台がまさかの初日延期、再延期などの中、初日明けた時は不安もありながらもやっと始まったと感激しました。また今年も公演中止を繰り返しながら11月21日の大千秋楽を迎えられること、寂しくもあり、他の舞台より思い入れが強かった分、自分のことのように大変嬉しく思います。いや、ありがとうございます。千秋楽は出演者、スタッフ、他のお客さんたちと共に感動を分かち合いたいです。どうでしたか？良かったかな？良かったかな？まだまだ厳しい時が続きますが、これからも応援していきます、だそうです。ありがとうございます。嬉しい。いや、ありがとうございます。ね、心に染み渡りますね。募集して良かったね。ね、なんか本当に何だろう、私たちだけではなくお客さんも同じ気持ちをこう分かち合いながら不安な中ね飛び立ったけど、いっぱい支えてもらったもんね、客席からね。はい、ありがとうございます。では次の写真さん、どん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 いきますよ。はい、ミルキーさん、ミルキーさん、南さんのパワフルな歌声、小山さんの八重さんへの愛あふれる演技、優子さんの素敵すぎる美声、哲さんのコミカルなお芝居とイケボ、美優さんのキラキラした笑顔、千秋さんの透き通った声、もう好きなところあげるとキリがないくらい皆さんのことが大好きです。千秋楽頑張ってください。応援してます。 PS 浩平さんバーンしてください。笑い笑い、バーン、ちょっとミルキーちゃんバーンって言ってあ、そうミルキーちゃん、ラブ。真剣なこと言っちゃった。行くよ。じゃん。ニアさん、うん、映像化期待してます。映像化。これは？これは見てあげたら？そうだね。うん、映像化します。なんと、まあ、今日先週が終わったばっかなんですけど、まあ、近々、うん、YouTube の方で期間限定で配信しますから、はい、全編配信です。ぜひご覧ください。楽しみにしててください。はい、イエーイ、テテレイ、はい、クイナさん、はい、そらそらそら大千秋楽おめでとうございます。ありがとうございます。恋する東京上空の八重さんがとっても可愛く見えて、あら、かっ
こ、もちろん南さんはいつも可愛いですけど、はい、お芝居の力ってすごいなって思いました。皆さん次の舞台も頑張ってくださいだそうです。頑張ります、頑張ります、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しいな、ね、クイノってヨンボルクイノって本当に、え、お、沖縄の人、沖縄の人のだろうってちょっと思ったけど、わかりませんが、可愛い、ありがとうございます。はい、ではでは、はい、ナナシさん、はい、みゆさん、お疲れ様だお、こうやって書いてある、ね、これからもいじらず丁寧なお芝居を応援しています。みゆ、届いたよじゃあこれは後でみゆちゃんに、そうだ、ね、伝えたいと思います。ありがとうございます、ナナシさん。はい、はい、はい、力強い、はい、じゃん、はい、しずちゃんですしずちゃんですさんですあ、しずちゃんですさんでが君どうしたのかはい、どうぞ、メッセージ、はい、こんなに長い時間役になりきっていて、うん、素の自分と役がどうかしませんか。はあ、また今回の役とご自分は似ているところはありますか。皆さんにお聞きしたいです。どうですか。ああ、まず素の自分と役が同化しませんかということですけど、お、俺さ、普段からなんかもう、なんか、うん、なってる、なってる、違ったよね、うん、足組んだり足組んだり ね, ね、足組んだりしてたもんね。そうか、そうだね。いや本当にこれやってなかったら足組んでないから。なんかあの噂によるとジパングの時よりなんかフレンドリーっていうか、なんかなんかなんていうんだろう、性格変わった感じ、ちょっと性格が変わったらしいですよ、ね、小山さん、軽く、軽く今軽くちょっと待って、軽い、なんかなるほどね、うん、プレイボーイ明るくなった、明るくなった、あ、でもそう言われたら、私もともとおしゃべりなんですけど、うん、輪をかけておしゃべりになった。八重さんって、八重さんってすごい喋ってる、喋るもんね、なんか1しか聞いてないのに5ぐらい喋るじゃないですか、うん、なるほど、うん、お母さんもそうなんでね、八重さんのお母さんも確かに喋る、5ぐらい喋るんだよね、1しか言ってないんですよあれ多分遺伝なんだろうなって思ってるんですけどお喋りになったな、そういえば、なんかありますか。私はあんまり、なんだろう、うん、別な感じですね、うん、いっぱい役あるし、そうだよね、そんな感じ、どれにって感じだもん、どれにって感じ、そうだ、うん、でまた自分がこの役に似ているところ、うん、役と自分が似ているところ、何が似てるの。私はまあ泣き虫なところ、あ、ちょっと似てますね、あのカーテンコールとか、今日は泣かずに頑張りましたけど、ハラハラしました、うん、かな、ないですか。いや、一途なところ、わっしょい頑張ってます、恥ずかしいなんかあります。えぇ、どれぐらい、美女は、あの、なんかちょっと自分の中の悪女な部分を前面に出そうと思って、うん、えぇ、ー、あ、そうなんだ、うん、拡大して拡大して、ちょっと、なんか、あ、うん、セクシーで悪女みたいなイメージでやってました。へ、まあ、自分が持ってたところなんだね、ちょっとね、なるほど、なるほど、はい、そんなところです、はい、はい、じゃあ、はい、じゃんの、はい、え、これは、ちょっと、南さん読んで、あ、わかりました、ごきげんよう、聞いたよ、そろそろそろ、千秋楽なんだってね、メフィストベールに乗って颯爽と駆けつけたいんだけど、なんか、それは無理なのさ、なぜかって僕がハンサムだからさ、僕が謎めいてるからさ、僕はスパイだから謎めくのさ、なんか聞いたことあるんですね。そうだね。とにかく今日もいつも通り素晴らしいシュビートマな公演を期待してるよ。それじゃあ秋田わらび劇場に向かってバーン。ハンドルネーム、うん、大きい方の須坂浩平様。ひろきさん。ひろきさん。ありがとうございます。すごい息だね。かっこいいですね。なんか、ね、送ってくれるんだね。ひろきねさん。ひろきねさん。継がせていただきました。ありがとうございます。大きい方の。大きい方の。じゃあ俺小さい方、ね。でもツイッターやってないのにどうやって。
知ったのか ね。すごいね。そうかな。かな、どうなんだろうね。ね、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、あ、ちょっと引くか。はい。なんか分厚いぞ。わ、ちょめちゃくちゃ分厚いぞ。わ、長い。はい。嬉しい。じゃあ、パパッと読んでいきます。はい。足掛け2年の長丁場、本当にお疲れ様でした。そらそらそらが今この状況下でわらび座さんのわらび劇場の演目としてかかっていたのは偶然ではなく間違いなく天の廃材っていうのかな、天の廃材だったと確信しています。今回この作品を6度拝見しました。劉校長版、校長が鉄さんに代わってすぐお正月版、キャストが新たになっての回、自分への誕生日プレゼントに9月鑑賞、そして名王生演奏版は計らずもいつも節目に拝見していたような気がします。劉校長版、劉さん、押村君は少し舞台に立っていただきたかった。かっこよくて先生というよりパイロットの卵の良き兄貴としての立ち位置が素敵でした。幕が開いてからまだ芝居が温まりきらないうちにキャストが変わったのはもったいなかった。いつか機会があれば劉さんの校長先生をもう一度見てみたいです。劉さんに代わってもう圧倒的な信頼感と包容力の塊の鉄校長、ハイトーンボイスの歯切れのいい江戸弁の校長が発する説教やエールの言葉に涙が溢れたのを思い出します。お正月版、晴れやかな、晴れがましいステージでの、ひろきさんの立ち振る舞いは絶品でした。苦境の1年を葵さんと共に座の顔として走り回られる忙しい日々、余計な反問なしで公平を演じられたらどんな公平になったかなとちょっとだけ考えました。新キャスト版、ひろきさんでイメージがついていたはずの公平、小山さんの方は公平を拝見してとんでもなく心が揺さぶられました。声のトーン、お坊ちゃんとして声のトーン、お坊ちゃんとしてうばびがさで生きてきたコンプレックスを激しく吐露するシーン、そして八重を支えることで生きていくための光を見つけ、一気に作品が希望に向かって進路を切り始めたところ、ジパングのロングランで相当鍛えられたであろうことが見えた気がします。とにかく絶品でした。9月、前の月の秋田市での舞台関係クラスターの影響をまともに受けた時期、本当に舞台公演が全滅状態の中、びっくりするぐらいお客様の入りが薄い公演、観客席で感じた拍手の音、心がかきむしられるような気持ちになりましたが、舞台ではプロの舞台人のプライドを見せていただいた回でした。そして名王生演奏版、吹奏楽のパワーに泣かされたり乗せられたりすることなく、むしろ一層丁寧に繊細にお芝居を組み立てられた皆さんの姿勢に脱帽でした。かけさんのお父さん、セリフと歌で語る娘を大きな愛で包み込む姿、何度見ても泣かせていただきました。お正月版で紫バトラーがかけさんであることに気がつきました。おお、その時に気がつかれた。髪型恐るべしと。アリさん、影穴から始まってとにかく役のスイッチの切り替えがお見事でした。そして役の中でも役者の先輩としても八重さん、南さんの背中に手を添え、さりげなくアシストするような姿勢に感動しました。みゆさん、2年越しの長い期間の中でご自分の中での演技や体の動きで見せる表現のベストの模索をされている姿勢に、表現者が決して忘れてはいけない原点を改めて教えていただきました。アンド、去年にも増して今年は色気が増したと感じたのは私だけ？おー、鋭い。そして千秋さん、ものすごく役者としての勘がいい方なんだなと舞台を拝見して感じていました。ちょっとしたところでの身のこなし方に品の良い印象を受けました。今年から参加の中で、格闘も多かったと思いますが、バッチリ素晴らしい空チームの一員になられました。ありがとうございます。そして南さん、よく頑張りました。たくさんのことと真正面から向き合っていた姿、お見事でした。明日はとにかくゆっくり、あ、千秋楽ですね、感激させていただきます。メンバーの皆様、この難しい時代に宝石のような宝物のような素敵な作品を見せていただき心から感謝です。新しいチームになっても一層のご活躍をお祈り申し上げます。ハンドルネーム岩沢あさみ、加賀谷純大筆ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオでお世話になりました。この間ありがとうございます。うわ、ちょっと染みちゃうね。ご協力くださってる
くなる。なんかね、そろそろラストですよ。じゃあラストです。本当にね、一部しか、ねえ、ね、いっぱいあるんだけど、まだいっぱいあるんですけど、全部やりたいんですけど、これが最後にします、はい、はい、じゃあ、今から、はい、はい、ひじりさん、おう、うん、大仙集落おめでとうございます。ありがとうございます。2年間お疲れ様でした。また、たくさんの感動ありがとうございました。個人的には、去年41回、今年28回、計69回感激することができました。ありがとう。間違いなく自分の中で特別な作品になりました。こんなご時世の中、この作品の心温まるセリフや力強いメッセージにどれほど救われ、励まされたか分かりません。世の中も、そしてわらび座としても、厳しい状況が続きそうですが、これからもしっかり前を向いて進んでいきたいと思いますし、応援し続けたいと思います。改めて2年間本当にありがとうございました。 PS、 昨年出演されていた鈴木さん、菅さん、リュウイさん、またスタッフの皆様もお疲れ様でした。1年目初日の衝撃と感動は一生忘れません。ありがとうございました。ちょっと泣きそうになってくる。ちょっとねー、ありがとうございました、ね、あのなんだろう、お客さんがたくさんいた時も本当に申し訳ないなって思うくらい少なかった時もね、あったんです、この2年。その中でね、何回も60回以上、あ、ダメだ、大丈夫通ってくれて、いやもう本当にその、ね、客席から見える皆さんの涙と笑顔に私たちも支えられた2年間でした。まだまだご紹介したいんですけど、うん、また次回なんだろうね、何かの形で、そうですね、ね、紹介できたらなと思います。はい、では最後に、一言ずつ、はい、この舞台そらそらそらを終えての、感想をお願いします。じゃあ、ちゃきちゃん、はい、では起きます私は2年目からの参加となりました。で、そうですね、なんかこの空空空で初めてこういう大きい舞台の、作品に関わったんですね。そうだよね。そうなんです、そうなんです。で、やっぱりその身のこなしが最初全然わからなくて。え、そうだったっけ。わからなかったんですだけど、すごく先輩方に支えられて、あとお客さんにも支えられて、こうやって何回も公演をさせていただいたおかげで、なんか役者としてのなんか一歩をちょっと踏み出せたかなと思えるような作品でした。うん、なんかなんていうんだろう、これから頑張っていきたいなと思うこともなんか明確になったし、あとなんだろう、自分の足りない部分も明確になったので。これからなんかもっともっと成長して頑張っていきたいなと思いました。本当にありがとうございます。はい。私は何と行くんですか。あ、え？あ、ちょっと。いや、なんか最後から最後からと思ったんですけど。びっくりした。あ、こっちかなと思って。最後に来るかなと思ったのに。いいよ、ちゃんと。いい？あ、ちょっと大したこと喋りたい。須坂公平をね、やらせてもらって、ひろきさんから受け継いで、どういう風にやっていこうかって悩んだんだけど、だけど、なんだろう、この公平がやっぱ八重を支える立場になって、そこに情熱をかけて生きていく、なんかその姿勢というか、なんか美しさというか、愛の深さというか、なんて言ったらいいんだろうな、生き方が、なんかすごく勉強になったというか、自分が生きていく上で誰かをこう支えるっていうのも一つ道なんだなみたいなことがこの役を通してすごく感じたかなと思います、はい。だから空、最初あひろきさんなとかと思って悩んで入ったんだけど、でもなんか本当にやって、この作品になんかいろんなことを教わったなって思いました。本当に楽しかったです。応援ありがとうございました。じゃあ私いいんだね。どうぞ
私2年間やってきて、でまあ初主演で、うん、あのわらび劇場で初主演でさせてもらったんですけど、まあ、最初はもうパニックの連続だったんですよ。でもう本当に泣き散らかして、結構もう先輩たちにもめっちゃ助けられて、なんとか舞台に立っているっていう状態、あのもうガチガチに緊張しながらで、本当に助けてもらって、でも助けてもらってることも分かんないぐらいもうこうだったんですよ。とにかくその日のこうなんか こう無我夢中にこう走り抜けてきて、で2年目になって新しい2人を迎えて、こうもう一回こう稽古をした時に、あのほら1年間やってるからさ、セリフとか基本的な動きは入ってるから、やっとちょっと一歩離れてこう作品というのを見れた時に、めっちゃ支えられてたんだなってことを本当に痛感して、あ、こうやって作品ってみんなの手で愛されて愛されて育っていくんだなっていうのを知った時に、なんかなんだろう、お芝居とか全てのものってなんか愛するものでできてるんだなってなんかすごく感じたんですよ。なんかうまく言葉にできないんですけど、うん、で八重さんもあの女のてらにではなく、女ごときにではなく、私の飛び方があるんだって言って空を飛んでいったように、私も多分1年目は1幕の八重さん状態で、で2年目になってやっと八重さんのことがちょっと役の中でですけどね、実際のご本人さんはもっと大変だったと思うんですけど、その切り取った役の中でちょっとずつ分かりかけてきたかな、でもまだまだ全然ちょっとね、もっともっと高めたかったっていうちょっと悔しい思いもありつつ、100回以上の中止もあったのでだったんですけど、でもあの最後このメンバーとお客さんとともに、204回迎えられて本当に幸せだったし、一生忘れない作品になりました。本当に皆さんありがとうございました。お疲れ様お疲れ様、私たちということで、はい、じゃあこれで締めたいと思います、うん、はい、はい、皆さん本当に応援ありがとうございました。ありがとうございました。また次の舞台で、次の作品でお会いしましょう、うん、頑張ります。頑張ろう。